ちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。2022年、9月の3日土曜日、ベースオントップ大阪梅田店にて、バンド上達力の講師としてご出演させていただきます。まあ、4月に東京のベースオントップ秋葉原のお店でバンド上達力イベントをさせていただいたんですが、その関西編となってます。第1部はドラム教則本著者が伝える、YouTube 教則本の活用方法ということでですね、この令和4年、現代ではですね、ドラムの情報がもうたくさんありふれているので、まあ、自分からこうわざわざ求めていなくても、ドラムの情報がどんどんこう自分のもとに、入ってくるというような状態になってます。まあ、その中でこう自分に必要のない情報を、まあ、ずっと見てしまったりだとか、まあ、自分に必要のない練習に、時間を費やしてしまうことっていうのは、あったりするんですね。で、本当にこう自分のやりたいこと、やるべきことを見直して、本当に今の自分に必要な練習方法だとか、練習の、まあ、コンテンツ、まあ、動画などに、まあ、出会えるような、まあ、そんなお話をさせていただきたいと思います。今回のイベントは、テキスト付きと、なっております。まあ、僕がこのね、レッスンとかでこうよくやってる、まあ、この意識の組み立て方っていうのを、まあ、この表にまとめて、したテキストとか、生配信で僕に質問をしてくれた方なら、まあ、わかると思うんですが、こう自分の悩みを言葉にするのって、まあ、結構難しいことだったりすると思うんですね。まあ、このいろんな方とレッスンをさせていただいた時の、まあ、この質問とか、あとまあその2年以上にわたるこの YouTube の生配信で、まあ、よくいただいた質問っていうのをまとめたお悩みリスト、まあ、この言語化リストと言ってもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それもご活用いただけたらなと思っております。第2部はですね、リズム感を鍛える最強のメトロノーム活用方法ということなんですけども、メトロノームも使い方によっては全然効果のないものに、なってしまったりするんですね。で、まあ、クリックをね、こう聞いて合わせるっていうよりかは、まあ、クリックを感じて、まあ、クリックの鳴ってないところも、イメージできるような、練習方法をご紹介させていただきます。こちらもですね、まあ、このセミナー最中のこの内容を、まあ、家に帰っても実践していただけるような、テキスト、そして、この QR コードが、ついてるんですけども、こう動画にアクセスしていただいて、その内容を、まあ、この復習しながら、末永くご活用いただけましたらと思っております。今回のこのね、2つのテキストはこのバンド上達塾だけの、限定テキストとなっておりますので、ぜひともイベントにて、ゲットしてください。ということで、9月の3日土曜日、ベースオントップ大阪梅田店バンド上達塾、ぜひともお越しください。